こんにちは。ここではティーチャブルの使い方についてざっくりと説明していきます。長い動画になりますので、前編と後編に分けさせていただき、それをさらに分割し提供させていただきます。ご了承ください。それではまず、前編としてティーチャブルのログインから初期設定までの流れについて説明していきます。インターネットでティーチャブルと調べてみてください。一番上のサイトで出てくると思いますが、これをダブルクリックし開いてください。そしたら次のような画面が開くと思います。ここからアカウントを作るのですが、その前に画面上側を見てください。プライシングと書いてあるところがあります。これは Teachable を運用するプランの料金価格の設定が行えるところです。また、そこよりも右側にログインとありますが、これはもうすでにアカウントの作成が終わっている人たちがログインするためにあるのです。今は関係ないので置いておきます。さて、アカウントを作るところに戻りまして、最初の画面ですね。Get Started をクリックしてアカウントの作成に入ります。まず、フルネーム、E メールアドレス、パスワードを2回記入する欄があります。フルネームは自分のフルネームを、E メールアドレスは自分のメールアドレスを入力してください。パスワードはこのアカウントのパスワードになるので、自分で自由に決めても大丈夫なのですが、忘れないようにメモなどを残しておくと良いと思います。パスワードの確認で2回打ち込むことを忘れないように。次に、ネームユアスクールとありますが、これは Teachable のホストとしての名前にあたるものなので、何でも良いと思います。次に、下にプランと書かれていますが、最初にプライシングで有料プランを選択していた場合、記載される内容です。次のページで決済がされると思います。アカウント作成の最後に、このような質問をされると思います。アンケートのようなものなのです。上から順に行くと、一つ目は、どんなオンラインコースを作りたいか。二つ目は、すでにオンラインコースを持っているか。三つ目は、あなたはビジネスオーナーか。四つ目は、あなたがどの地域に住んでいるか。この質問は必須ではないのですが、答えないと次に進めないと思うので、答えていきましょう。次に進むところから次回やっていきます。